この憲法さえもその時の権力者が勝手に変えていいなんていう、そんなバカな国はちょっとしたら隣の国があるかもしれませんけれども、世界中どこを探してもそんな国はほとんどありませんよ。私たちの歴史上そんなバカなことを本当に皆さん許していいんでしょうか。私は絶対に許さない。安倍さんに対して、あるいは巨大与党に対して、私は一人でも一人になってでもそういうことは絶対に、一人の人間として、母親のお腹の中からおぎゃーと生まれたその瞬間から、私は私という人格権を持って生まれてきたんです。安倍さんに殺意されるために生まれてきたんではないんです。皆さんも同じ思いを持ってください。安倍さんの勝手にさせてはいけないんです。皆さん方が一人一人がこの国に生まれ、この地域に生まれ、そしてこの幸せな家族を作り、そしてその家族の幸せをずっと引き継いでいく、安倍さんに命令される筋合いはないんです。皆さん、この選挙でこの向こう4年間もし安倍さんを勝たせるようなことになってしまったら、そういう国家から皆さん方に対して、あれをせえこれをせえといういろんな指揮命令が出てくるような、そんな国家になること自体、私は絶対に許せません。皆さん、私は最後まで戦い抜きます。そして最後にどんな状況になろうとも、このことは今の国家権力多数の横暴に対しては必ずや毅然たる態度で臨んでいく所存でございます。